はいどうも皆さんこんにちは、カンタです。今日はセレクション第1弾が登場したということで勝負のガチャをしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まずガチャに入る前に自分の狙いの状況としてはこちらになります。半分の選手が極み可能となっており、その他の選手は A ランクの枚数が極端に少ないため狙いが明確な状況です。1番狙いは軽傷で済むかつ9位請求 A が狙える佐々木選手、2番狙いが軽傷で済むかつ純正リア隊の強化につながる大貫選手、3番狙いがこちらも継承できるかつパワー A の中村選手という状況です。オーダーに入るのは12分の6の半分となっているので、2人オーダー入りを引き当てるまではガチャを引いていきたいと思います。ということでかなり久々のガチャになります。早速10連目引いていきましょう。お願いいたします。一応選手枠はマックスにしてプレゼントボックス送りにしていきましょう。お願いします。まあ本来ね、狙いが半分下回ったらまあその時点で撤退するんですけど、最近ちょっとねあまりにもまあ渋い更新が続いているということで、まあエナジーもねこれだけ余ってるので、まあ2人ねオーダー入り引くまでは引いていきたいなと思います。さあお願いします。まあ理想はね、おいきなり10連目から S ランク確定。理想はね60連でまあ2人無難に引いて撤退できたらまあ狙い半分なんでね、かなり理想的かなと思ってたんですが、ちょっと10連目からいきなり S ランク。おー、通常の宮城選手。いや宮城選手はエキサイティング持ってるということで、まあニューなんですが、まああまり使う機会はないでしょう。まあ S ねいきなり来たのはいいんじゃないでしょうか。ということで20連目いきたいと思います。続いて20連目ですね、引いていきましょう。お願いいたします。まあ10連目からいきなり S ランクが出たんですけど、まあ一応 S ランクが出たらね 30% の確率でセレクションの選手ということで、まあなかなかね、まあセレクションでしかもセレクション引いたかつまあ半分のあたりを引かなきゃいけないのはまあなかなか難しいんじゃないでしょうか。ちょっと今演出一瞬ね目離してたんですけど、結構いい感じだったんじゃないでしょうか。さあ20連目誰が来るのかお願いします。さあいいんじゃない、結構これ S ラン来たりしないかな。2、3、お4人目、おー砂選手。ことごとくちょっとエキサイティングで当たった選手が来ますね。宮城選手、オスナ選手両方ねエキサイティングで当たったんですよね。いやーちょっとエキサイティングの無料の引きがね結構喜んでたんですけど、ちょっとねこの2枚でちょっと損した気分になりますね。さあということでまあ仕方ないでしょう。30連目いきたいと思います。さあ続いて勝負の30連目ですね。2024プロスピセレクションの選手1人確定ということでお願いします。まあ10連目20連目ねちょっとセレクションの 30% 引けなかったとはいえ、両方ね S ランクは引けてるので、まあこの流れでね30連目はしっかりセレクションでねオーダー入りの選手引きたいところになります。お願いします。まあ、皆さんのねガチャの結果、まあガチャ引いてる方そんな多くないとは思うんですけどね、まあもし引いた方がいれば、まあ、コメント欄の方でね誰当たったか教えてください。さあ30連目ちょっとねこのガチャであまりね引きたくないので、正直早めに2人オーダー入り当てて切り上げたいところです。さあ誰が来るか。7、8、まあ確定分のみですね。10人目、お願いします。おー辰巳選手ということで、いやーなかなか苦しい立ち上がりです。まあ半分なんでね 50%、 まあ30連目から外してちょっと幸先悪いスタートになります。40連目いきましょう。さあ切り替えていきましょう。続いて40連目ですね、引いていきます。お願いします。まあ10連目20連目でね S ランクでセレクションね外れでもいいからちょっと引いときたかったですね。まああまりにもね狙いが引けないって状況続いてくると、ちょっとセレクションのミキサーね一応セレクトじゃない方のノーマルだったら3人で一応回せるので、まあその分ねなるべくセレクション当てておきたかったんですが、ちょっとそこも含めねちょっと悪いスタートになっています。さあ40連目ちょっと良くない引きですね。まあ確定外から出すのはやっぱなかなかもう 30% 引いて狙いの 50% 引くってなると難しい部分があります。さあ9でまあ50連目やっていきましょう。さあということで50連目ですね、引いていきます。お願いします。まあここら辺のちょっと確定外の部分はサクッとねいきたいと思います。まあそんなに期待できないんですけどね、ちょっとまあなんとか S ランクまずは引き当てたいところです。お願いします。さあちょっと演出も渋めということでかなり苦しい展開にはなってきました。まあねセレクションとかこういう確定外のガチャ引くときはある程度こんな感じの展開も覚悟しなければいけません。
まあ、皆さんもねガチャちょっと我慢するか迷ってる方はねこの動画の結果なんかもね参考にしていただけると、まあ、いいんじゃないかなと思います。60連目いきましょう。さあということで購入6回目60連目プロスピセレクションの選手1人確定ということでお願いします。まあ12分の6の確率、さっき30連目では外してしまったわけなんですが、ちょっとここ外すといよいよやばいっていう展開にはなってきます。ただただエナジーをドブに捨てる、まあそんな感じのね、まあリスクもあるガチャなので、いやここはねぜひとも大台入りの選手引き当てたいところです。まあ S ランクは確定なので演出はいい感じでしょう。さあお願いします。カメラマンは来ず、まあ大貫選手だと嬉しいんですが、人質チームは来なそうですかね。3、4、5、6、7、8ということで、まあ確定分のみですかね。お願いします。おー、山崎選手も持っていない、持ってないというか、まあ、A1 枚はいるんですけどね。いやーしんどい展開、いやーちょっと萎えてますこれは。さあ続いて70連目ですね、引いていきましょう。お願いします。いや60連目までの1500エナジーで収穫なしということで、1500エナジードブに捨てたことになります。いやーかなり苦しいね。ただこの70連目ちょっと演出はまだいい感じの方じゃないかな。お、いいんじゃない、 S ラン来るんじゃないかな。さあということで、いやーちょっとね狙い半分で、まあ、60連でね2枚、お S 来ました、これは嬉しい。ちょっと S 集中しよう、マジ集中。なんかなんとなく眺めてるとセレクション来ない気がする。 30% なんとかセレクション引きます、お願いします。何枚目で来るか。5、6、7、8枚目。おー石山選手、まあ、石山選手極みにできる選手の中だと唯一ね継承はできずに、まあ A ランクでどんどんやっていく感じにはなるんですが、まあ称号5回もできるんでね、いやーまあなんとかね1人引けたのでよかったです。ということで、まあここまで来たら90連目までは引いていきます。続いて80連目ですね、引いていきましょう。お願いします。まあ石山選手引けてねだいぶ気持ちが楽になりました。まあとりあえず1枚確保できたということで、まあここでねさらに1枚、まあオーダー入らない選手でもいいのでセレクションとか引けると、まあ90連外れね仮に来たとしてもまたセレクションのミキサーができたりするので、まあ S 引くだけ意味あるんですが、ちょっと演出的に期待はできなそうですかね。さあということで、まあスキップして見ていきましょう。さあということでラスト90連目やっていきたいと思います。さあということでラストになります。90連目プロスピセレクションの選手1人確定お願いします。さあまあ結局ねオーダー入りは石山選手の1人という状況なので、まあこのまま終わってしまうとねちょっとガチャの結果としてはまあ負けになるんですが、まあここでねオーダー入り引けたら、まあ一応狙いがもともと半分なので、まあここでまあ大台入り引けたらかなりいいんじゃないでしょうか。12分の狙いが今は石山選手引けてるので12分の5の狙いになります。さあカメラマン来ないかな、パシャパシャ。んー来ず、いやちょっとね大貫選手の線が薄くなりましたかね、ちょっと苦しい展開です。さあまあ10人目が確定ですが、その前までに来てくれると嬉しいですが、まあ来ませんね。ということでラストかけましょう、大台入り引いてください、お願いします。おー、セリエニョ選手ということで、いやーセレクション第一弾ちょっと散々な結果になったんじゃないでしょうか。皆さんの結果もコメント欄で教えてください。セレクション勝負のガチャ、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日も午前中に動画を上げる予定なので、時間がある時に良ければ見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。